皆さんこんにちは、谷口のうてるです。今回はですね、前回の続き、テスラのサイバートラック、今回は街乗り想定したサーキット編と、そしてオフロードをですね走らせていただきます。街乗りだと60キロしか出せないのじゃ全然良さが出せないので、まあ、サーキットに来てるけど一応街乗り想定のインプレ的な感じで走ります。とあとは一応前回の説明でね、どの惑星でも走行できるということですから、未舗装路はなんてことないだろうというところも含めてですね、撮影してみたいと思います。さあ、サイバートラックに初めて乗りますが、すごい違和感これ。あのね、フロントが切れるのとリエも切れるから、こうなるから、こうやってやるだけですごい違和感。このね、これロックトゥロック、こんだけロックトゥロック少なくない？でも最小半径を見てみましょうか。最小半径、ここから、はい、ロック、これ意外とちっちゃくない？最小半径、すごい。ほら、意外と小さくない？この図体の割に。最小半径、とにかくこの低速域のこの状態が違和感バリバリ。まずはゼロ発進。おお、なるほど。おお。驚くほど速くはない。でもこの約3トンあるこのでかいこいつが、としては十分俊敏であると思います。何より、まず視点が高いね、サーキット走ってる割にはね。と存在感がすごくない？これは速度が出るとね、普通ですね、ダの感じが、いわゆるリアタイヤがそんなに切れる感じがなくて、めっちゃいろんな人がカメラ構えてるんですけど、このサイバートラックはグレードがね、真ん中らしいの。リア駆動のやつ、四駆のやつ、そしてハイパフォーマンスのやつっていうのがあるらしくて、これ真ん中のグレード、これモーター2つ、前と後ろに1個ずつ、モーターが3つあるハイパフォーマンスは0100が 2.9 秒だか 2.7 秒とからしいんだよね。いや、これより断然速いでね。コーナー曲がってる時はトラコンがむちゃくちゃ効いて加速をほぼしてくれないですね。今ここでこう曲がってる時にアクセルを踏んでも加速しない、こっから加速が始まるっていう感じに、このホイールベースのことだったり、ホイールベースの長さ、そしてこのタイヤだったり、このストロークだったりとかで、コーナリング中はやはりこの蹴り足に対してのトラクションがあんまないから、だから電子制御でモーターからパワー出さないようにかなりトラコンが入りますね。
回生ブレーキもかなり入るんで、ほぼねブレーキペダルを踏むことがなさそう。今のところそのもちろん奥までコーナー奥まで頑張っていけばブレーキ必要でしょうけど、ほらなんかブレーキなしで曲がれいけそう、ほらいけそう。これやっぱり車速に応じてリアステアが多くなったりするから、こういう今低速で小さく曲がるところとかもかなりリアが切れてるっぽくて、よく曲がる分、ちょっと感覚的に慣れが必要な感じがするね。まっすぐの加速はグーンとちょっと気持ちいいけどね、コーナリングはまあ気にするなって感じだな、細かいことは。さあということで、場所を、美穂走路ダート上に来ました。ここでですね、モードをオフロードモードにして車高を上げたいと思います。さあ押しました。お、上がってるよね、おお、上がってる、上がりきったかな、すごい上がった感ある。よし、これで行ってみたいと思います。よし、参ります。おお、なんかいい感じに、あれだね、この悪い道でもなんとなく、なんてことなく走るね。おお、ちゃんとね、いろいろ制御もなんか微妙に切れてていいかも。あ、そう、若干残ってんな。でもオールホイールドライブだからぐいぐい進みますね。あ、でもトラコンがやっぱ効いちゃうんだな、打角が入ってると。トラコンが切りたいな。そんなことできるのかな。どんな惑星でも走れるぜ。車高が高いからアクロでも余裕。トラコンが切れるかなーなんて。いや、でも多分ここら辺ですよね。あ、じゃあこれは違うか。これは水中の水深の話で。水中お風呂、これか。スタビリティ、あ、それで行ってみようか。これですね。はい、これで行ってみよう。はい、おお、よい、よい、よい。おお、いいね、いいね。急に電子制御がなくなったから。おお、あ、すごい、いい、いい。あのね、モーターのトルクが、レスポンスがいいから、これはすげえぞ。ここで、おお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 、すごい、すごいトルクレスポンスがあるから。これ四輪ソーダどうなってるんだろう、これ今一体。聞いてないと思うんだよね。逆移送とか
同意層とかしてないと思うんだけど、そういう動きだよな。でさ、あのステアリング切れる量が少ないからすごい楽。あのいいじゃん、楽しいじゃん。さあということで、テスラのサイバートラック、ここでねちょっと悪路未舗走路もね走ってみましたが、さすがどんな惑星でも走れる車。オフロード仕様すると車高がすごい上がるんで、まあ、どこでも走れるなっていうところと、まあやっぱりねモーターの良さがここにすごく出る。あの欲しい時に欲しいトルクがポーンと出るんでグッといけるし、で回生もあって、なんかすごくねいろんな意味でなんかここと相性良さそうな感じですね。なので、まあ、この車が日本で発売されるかどうかはまだ未定ですが、目立つことだけはもう間違いない。乗り味は意外といいです。ということで今週はここまで。また来週お会いしましょう。さよなら。